午前中ちょっと雨が降りましてね、今ヒドリガモが流されるように泳いでいるのが見えていると思いますけれども、いつもは午前中、日が昇るまでに歩いていくんですけれどもね、今回は、ちょっとお天気が悪かった関係で昼からちょうど3時半ぐらいだったと思いますね、歩き始めたのがね。昼から歩きましたので、いつもとは違った景色がちょっと見ることができるかもしれませんね。出会える鳥たちもちょっと普段とは違うかもしれません。はい、こちらに飛んできましたけれどもね、こちらカワウですね、カワウ、私が子供の頃なんかはですね、長良川にしかいないのかと思ってましたけれども、最近は一番よく見かける鳥の一つになりました。カワセミ、久しぶりにカワセミ撮影ができましたけれどもね、雨が降った後こう獲物が取りやすいんでしょうか、こういった天候の時に見ることが結構ありますね。さあ、私がこれを撮影し始めてからですね、およそ2万歩を歩いてるんですね。距離にして 17.5 キロぐらいですか。まあ、かつては歩き始めた頃は8500歩ぐらい、1万歩足らず歩くのがやっとだったんですけれどもね、これダイエット目的で、歩き始めたんですけれども、体重の方は正直言ってあまり変わっておりません。ただ、歩くのが苦にならなくなりましたね。かつてですね、私実はですね、3ヶ月で10キロ、その後の3ヶ月で5キロ、半年で15キロ減量したことがあるんですが、体元に戻ってしまいました。リバウンドしてしまいましたね。はい、と言いますのもですね、これなかなか運動で減量するというのは、体重を減らすというのは難しいんですね。正直言いまして、思うほどカロリーを消費しないです。まあ2万歩これ歩きましてもですね、脂肪が燃えるのは 100g ちょっとぐらいのカロリー消費なんですよね。ですから今ボタン桜が綺麗に咲いてますね。これボタン桜、向こう岸に見えるんですけれどもね、この消費カロリーをこう運動で減らす、増やすっていうのは難しくてですね、当時この減量をしましたのは、やはり食事の制限、今よく聞きますよね、糖質カットといいますかね、そういった言葉聞くと思いますが、炭水化物の量を減らしました。それで、まあご飯がもともと大好きなもんですからね、よく食べてたんですよ。あ、これ可愛さがこれなんかうがいしてるみたいに見えますけどね、ガラガラガラっていう感じのね、まあ、ご飯が好きでしたので、その多い時ですと3倍ぐらいね、一食につきですよ、はい、食べてましたのでね、それをまあ3分の1に減らして、うん、でもその減らすっていうことはね、結構苦になるんですよ。やっぱりお腹いっぱい食べたい、腹8分目がいいって言いますよね。それができないんです。満腹感を味わいたいっていうのがありまして、ご飯を減らした分何かを食べないといけないということで、当時はですね、野菜を結構食べてました。キャベツを半分丸々ね、食べてみたりですね、まあ、生で食べるのはなかなか苦しいですから、蒸すと言いますかね、これ可愛さのメスが鳴いてますね。今カカカカカカって言いましたか。今ですから、その炭水化物を減らしたからといってですね、そのひもじい思いをしたくないんですよ。ですから何かでお腹を満腹にしたいということなんですね。あ、なんかこれ何ですか、これオスの後をこうやってつけてる、なんか変な格好してますね。これなんかストーカーみたいな状態になってますけどね。ですから野菜中心の食事に変えてですね、次はですね、タンパク質っていうのは
結構まだ不足しているらしいんですよね。当時、聞きましたのはね、ダイエットの先生に聞きましたのは、1日手のひらサイズぐらいの例えばステーキ、お肉は食べてもいいんですよと言われてましたので、あ、そうか、タンパク質はもっと食べていいんだっていうことになりますでですね、まあそう言いますもののですね、お肉お魚そんなに、高くつきますよね。そんなにはですね食べることできないです。しかもまあ年齢のことはありますように、だんだんこうお肉は好きでも受け付けなくなってくるんですよ、年齢とともにですね。そういったことがありましたけれども、まあ、肉や魚は食べていいんだという話を聞きましたので、まあ、気が楽になりましたね。炭水化物、ご飯を減らした分は他のものを食べればいいんだということで、そういうことでですね、まあ3ヶ月で10キロ、なんか体の調子が悪いに違うかと思うぐらい極端に減ってきます。結論から言いますと、あんまり極端に体重を急に減らすというのはいろんなことでですね、あんまり良くないことが起きてきます。ですから可能ですけれども、あんまり無理しない方がいいというのが経験なんですけれどもね、そういった形でですね、もう体重が15キロ減りますと大変楽ですし、見た目も変わってくるんでしょうね。もう顔の表情が変わってきますし、驚きましたのは靴のサイズが変わってきますんでね、10キロ15キロ減量しますと、そういったことでもう元には戻りたくないと、こんだけ体重を減らしたんだから元には戻りたくないと思ったんですが、きっちり戻りました。今戻りましたね。ということは15キロまた増えてるっていうことになるわけですよ。まあそれまでなぜ増えたかというのはいろいろあります。もちろん運動量が少なくなりました。まあ仕事が内容が変わったりとかね、まあいろいろな事情があったわけですけれどもね、まあ何が一番良くなかったのか、リバウンドしてしまったのかと、私今思いますとね、つまり太りやすい体質がそのままになっていたということじゃないかと今になってみれば思いますね。筋肉質といいますかね、いわゆる脂肪が燃焼しやすい体っていうのがあるそうなんですよね。ですから例えばこのよく今言いますのは、この見た目では判断できない肥満というのが、隠れ肥満というのがあるらしいですね。ですからやっぱり体の質といいますか、太りやすくないっていう体質にしなければならないということなんでしょうね。あ、今生地がおりますね。生地ってこのなんか耳みたいのがこうついてますよね、頭の方にね。あ、そろそろ泣くんじゃないですか。体勢がなんか滅落ちの体勢に入ってますね、だんだん。これがまあ生地の鳴き声なんですが、この鳴き声が時々ですね、この映像の中からも聞こえてくると思いますが、今あちこちで結構生地が鳴いていることが多いです。ということで、私はまあこのダイエットがうまくいくかどうかって言いますかね、そんな話をしているわけですけれどもね、まあですからということ、あんまり一喜一憂しない方がいいんじゃないかなということで、私はまあ気を長くですね、持とうかなというふうに思っています。まあこれ大きな魚がいるんですよ。これ鯉ですかね。はい。そしてヌートリアですね。このヌートリアもたくさん毎日のように見かけますね。そしてホウジロウがおりますね。はい。まあホウジロウはですね、このチャンネルの中では一番よく出てくる鳥になるかもしれませんね。今この西洋カラシナといいますか、この菜の花によく似たこの黄色い花がですね、あちこちでよく咲いてますね。
非常に綺麗に咲いています。このカルガモはですね、めったに揉めてることはないんですが、一羽だけこのオスがですね飛び立っていきました。なんだろうと思ってます。こういうことだったんですね。どうやらこのメスをめぐって の争いに敗れた方が今飛び立っていった方だったような感じです。で、こちらの方はもうカップルがこういうことだったということでございますね。これはですね、上海盆というカミキリムシによく似た形の昆虫ですね。この鳥の鳴き声が聞こえると思いますが、何でしょうね、この背黒セキレイですかね。これお互いになんか意識してますね。縄張りがあるんでしょうね、これね。はい、これはシロハラですけれども、シロハラは結構ですね、見かけることはあっても撮影できる機会は少なかったんですね。これがですね、オサムシですね。オサムシも子供の頃よく見かけたんですけれども、最近ほとんど長い間見たことなかったんですが、こちらもですね、なんか久しぶりに見ましたね。さあ、こちらはですね、おそらくヒヨドリじゃないかと思います。頭の形がなんとなくそんな感じですよね。はい、カラスが行水で、カラスの行水ってなんか、結構なんかズボラな人の例えみたいな形で言われるんですけど、カラスっていうの結構綺麗好きみたいでね、それぐらい行水してるところをよく見られるので例えに使われてるんでしょうが、カラスにすればちょっと不本意な、ことなんでしょうね。なんかセグロセキレイがなんか加えてますよね。カゲロウ、なんか昆虫ですかね。今結構こういう昆虫系の獲物っていうのはね、たくさんいるんでしょうね。肉食系らしいんですけどね、このセグロセキレイっていうのはね。カバアイサはこの歩いているところの河川ではですね、まだ5、6羽少なくともいるような感じがいたしますね。セグロセキレイじゃなくて、こちらはハクセキレイですかね。ちょっと遠くで分かりづらいですが、ハクセキレイですかね。はい、ということで、今回はですね、この、ダイエットの話とか、いろいろしてきたわけですけれどもね、このチャンネルでは散歩しながら撮影してきた鳥や動物、昆虫、また植物の様子などをお知らせしておりますので、また、来ていただいて見ていただいたらありがたいと思います。